さあ、書きましたか。はい。じゃあ、どっちからいきますかね。じゃあ、僕からいっていいですか。いきますか。いいですか。じゃあ、山村さんのラブレター。ラブレター、恥ずかしいですね、やっぱ。でもいや、もうね、初でしょ、ラブレター書いたことも、うん、そうですね。確かにね。じゃあ、いきますか。はい。じゃあ、山村さんのラブレター、どうぞ。拝見、君へ。真珠のような白い肌、僕の手のひらがそっと触れれば、柔らかなその二つの曲線はマシュマロのように揺れる。ミストサウナにいるように、君の体から吹き出す血潮は甘い香り、僕から理性を奪い取る。唇と唇を重なれば、君から漏れるその声と溢れ出す濃密な雫。大丈夫これ。この舌でめちゃくちゃにして君を丸ごと食べてしまいたい。一応待ってください。ちょっと待ってください。どうですか。結構恥ずかしかったです。いや、完全にアウトでしょ、それも。何考えてんの。いや、もう、何小籠包。どういうこと。いやいや、小籠包、僕大好き、台湾とか行ってて、はい。毎回行くたびに食べてるんで。あ、今これ小籠包のこと書いたってこと。え、じゃあ何やと思ってたん。いや、結構、まあ、卑猥な部分。いや、エロ、エロ、みんなエロ。いやいや、そう思う人いっぱいあったよ。マシュマロの2つ。スケベ。マシュマロが揺れるとか結構。スケベやん、マシュマロみたいやん、真っ白の。いや、確かに、小籠包ね。うん。あ、だから中、ジュって出てくるもんね。そうそう、もう、濃密な雫がこう。いやいや、言い方やて。唇合わせたら、おー、出てきたみたいなさ。卑猥やわ。もう考えすぎやわ、それは。掲示板偉いことなってるわ。今。私食べられたい言うてる。私小籠包ですからね。小籠包ね。いや、でもちょっと、恥ずかしいね、でもやっぱラブレターって言うと。やっぱすごいね、君でもなんか。あ、そう。レベル高かったわ、なんか。え、ちょっと好きすぎるからね、ちょっと。小籠包、ね。その気持ちがちょっと溢れてた。いや、作詞家違うな、なんか。あ、そう。あ、そう。あ、そうやってくれて嬉しいな。すごい。自信出たわ、なんか。そう。俺も一応書いてんけど。行こう行こう。つぶらな瞳も、鼻にかかる、じゃれた声も。その小さな手もうまく笑えない君が笑えば。いやいや、君、あの日見た夢がまた一つかな。いやいや、言い方完全にパクリ。君が隣で笑えば、あれちょっと違う。そのピンク色の歯茎も、ピンク色の歯茎、あ、ちょっと違う。そのキスすると痛そうな前歯も。キス前歯。どうしてねえ、歌うの。歌う。届け、今届け。山村に言えず言った。は ?I love you。 いやいや、もう待って、お前おかしいやろそれ、お前。その心の真ん中に。ちょっと待って、来年も再来年も、そんな前歯出てたの。今以上に山村が好きで。いや、気持ち悪いって。それぐらい僕の全てで。やめとけ。僕にしか言えない言葉を。ストップストップストップ。見つけたから。ストップ。心まで交わしたい思い。何言ってんねん。いや、もう BGM 止まった。山村に届け。いや、結構やっぱ恥ずかしいな。やってみると。なんでそうなんねん。まあまあ、やっぱさすがにちょっと俺も恥ずかしかった。何が山村に届けやし、おかしいやん。その前半、君に届けや、全く。ねえ、それはええやん、別に。そこはええけど、お前、そのたまたま俺が思ってることが被っただけやん。この歌詞は。気持ち悪いし。別にパクったりとか全くないし。なんかキスするぞ、なんだっけ。キスすると痛そうな前歯も。痛そうな前歯。そんな出てた、俺。何、俺が思ってることを別に言ってただけやし。気にするわ、俺、これから。やめろ、気持ち悪い。いや、ええやん。これ、いいと思ったけど。なったやん、またこんな流れ。これ、また形状荒れるやん、こんなん、また。
見つめていたい。ボーイズラブまた来た。結局あれるわ。嫌やね俺こういうあれ方。いいえ別に一番好きなものにこれはただ書いただけやねん。いやそれが嫌やねんってもう気持ち悪いな。やめとけ。